大丈夫か。下の高専って女の子高いよ。明日ですか。マリナちゃんとアコちゃん。マリナの子だね。なんでそこ女の子チェックの。違う違う、あの俺あの沖縄でチンポを買ってさ。食べたい。夜持ってきて。それか玉川の2個玉持ってきて。それか昼に2個玉に持ってきて。私明日お昼バーベキューなの。よくないよ、炎天下で炎天下。沖縄のどこ行ったの、しゅうさん。沖縄のどこ行ったの。那覇と。うん。あ、石垣行ったんだ、いいな。確かにあげてたね。あ、隠し子、隠し子とあげてたね、写真。いいな、沖縄行きたいな。沖縄行きたいよね、久米島行きたい、久米島。ありがとうございます。島行ったことないな。同期に石垣島の出身の子が、石垣牛、比嘉さん。石垣牛以外なんもない。でももう結婚しちゃって、ね、名前変わっちゃったんだよね。それがいいんだよ、海辺でボーっとして。あ、それいいね。マリンスポーツしたい。まあそりゃそうだ。確かにね。じゃあ現地民ナンパすればいいじゃん。いや、現地すらいない。現地、それかあれは旅行者は。旅行者っても家族連れがカップルしかない。ああ、ダメだね。女の子グループいないんだ。なんかいそうなのにね。ああ、そうだろうね。ああ、そっか。島はね。なんか女子高生がみんな可愛かった気がする。顔が濃くて。那覇のクラブは可愛い。うん、というアクション。全然聞こえなかった、もう一回。しかも2回言うほど怒るじゃん。みんな綺麗な海来た。東京湾だもんね、最後の曲。そうだね、飲んだからね。あれはね、汚いよ。プールでもいいな、プール行きたいな。プール行きたい。オイソロングビーチ行きたいな。出た。行ったことある気がする。1年目とか。なんかここ数年で初めてかも、プールも海も行ってない。おお、危ない。これで入ったら面白かった。お腹すいたね。お腹すいた。
バーベキューいいな。明日もバーベキューだよ。それ夜バーベキュー。夜一応ね。だから私夜あるんですけどって先輩に言ったら、あっそうで終わったんだよ。一言で。明日店ってどこ？バドワイザーカーニバル。どこにあるの？新宿のスクエア店だっけ？あね、ドンキホーテの隣。うん。ワイブ。こんなことない。詳細は見てねっていうか。19時スタートかな。あでもどうすんの。こうやって何集まるのか。集まってる。2時間あるよ。え2時間あるよ。2時間いないの。わかんない。エミさんがでもカラオケがいいですか。うん、うまい。2時間いないの。知らない。今は選択肢絞られるけど。あれしたいんだな。ボーリング。子供。懐かしいよ。そのなんか二次会ボーリングの流れ。懐かしい。なかなかないよね。何気にあれさ筋肉痛にならない。腕。なんかでもね、ボーリングスコア私50の人間だから。マジで。マジで。え普通に30とか出す。すごいね。ガーターガーターみたいな。ガーターガーターガーターないやつのにした方がいいんじゃない。ガーター2みたいな。え、そしたらつまんないじゃん。それはダメだね。やらなくて。え、でもちゃんとね、ストライクも出すよ。はぁ、あ、ってなると普通に飲むか。ダーツスーダーね。何スーダーね。スーダーそれかカーラーオーツ。エミさんはカラオケ推しだよ。そう、エミさんカラオケがいいんですか。前にも一回みんなで行ったじゃん。行ったね。そうだ。あの時エミさんいなかった。いなかったね。前がジャニーズメドレーの回。そうね。そんな回やった。いなかったと思う。結構あれ部屋狭かったよね。カタちゃんがなんかやたらキー高いさを歌う。誰が？カタちゃん。カタちゃんもそんなことまさか覚えていない。カタちゃんビーズとかポルノグラフだった。高い。シュウジさんとアラッチの、シュウジとアタッチしか